はい、どうもおもチャンネルです。今回はこちらトミカの10月の新車を紹介したいと思います。今回買ってきたのは23番の GTR で、これが通常版で、こっちが初回特別仕様、それとこちら111番のトヨタ L&F ジェネオ、これは少し前に廃盤になった70番のトヨタジェネオと比べてみたいと思います。そして今月はトミカプレミアムもあって、19番ランチアストラトス HF ラリー、そしてもう1台が日産スカイライン HT2000 ターボ RS で、さらにおまけなんですけども、今回で廃盤になってしまう23番三菱ミラージュ、そしてもう一つ111番アウディ A1、 今回はこの8台を見ていきたいと思います。それでは早速参りましょう。まずはもちろんこれから23番日産 GTR の通常版から行ってみたいと思います。さあ、では開けていきますか。少し前に GTR が廃盤になったところだったので、今回の登場待ち望んでおりました。きっと同じような気持ちの方も多いはずです。では見ていきます。じゃーん、登場ですね。今回はオレンジ色ですかね。登場、おー、 GTR 登場です。かっこいい。それではくるっと見てみましょう。通常仕様のカラーはオレンジのメタリックですね。あ、やっぱり GTR かっこいいですね。もう待ち望んでました。上から見るとこんな感じですね。そこから見るとこうです。いやー、今回の GTR も出来がなかなか素晴らしい。フロント部分めちゃめちゃかっこいいですね。ヘッドライトもしっかりクリア樹脂製なのでリアリティがあります。で、 GTR のギミックはサスペンションと左右ドアの開閉機能ですね。いやー、やっぱり GTR 存在感ありますね。では続いて初回特別仕様も見ていきましょう。では開けていきます。このシルバーの GTR がね、またいいと思いますよ。では開けていきましょう。シルバーの初回特別使用車登場。おー、かっこいい。あ、でもなんか思ってたカラーとちょっと違います。ではくるっと見ていきますね。僕ね、これ結構もっと銀ギラ銀のイメージをしてたんですけども、割と落ち着いた感じのシルバーですね。上から見るとこんな感じです。そこはこうですね。もう少し暗めのシルバーを予想してたんですけども、これは結構想定外です。でもかっこいいですね。渋い。通常版と並べるとこんな感じです。おお、どっちも捨てがたいカラーいいですね。リアはこんな感じです。いやー、並べるとさらにかっこよくなっちゃいますね。ちょっとおまけでこいつも並べてみましょう。少し前に廃盤になった94番の GTR です。はい、真ん中に入れてみました。あー、でもこう並べると僕の好みの問題なんですけども、前のやつの方がかっこいいかなって思っちゃったりしますね。あ、でもこんな感じで3台並べるとまたまたかっこよく見えちゃいますね。後ろも見ておきましょう。おー、迫力満点。あ、今回も後ろのナンバーのところに日産の文字欲しかったですね。これはなかなか甲乙つけがたい車種ですね。やっぱ買ってよかったな GTR。 全然見てても飽きないんで、やっぱりかっこいいですね GTR。 それでは次の車両行ってみましょう。続いては111番トヨタ L&F ジェネオ行ってみたいと思います。箱が奥行きがあるタイプなので、多分結構幅か高さがあるタイプの車両になっていると思います。では開けていきますね。さあ、どれぐらいの大きさあるんかな。よいしょ。あ、やっぱり結構大きめですね。それではくるっと見ていきますね。オレンジ色とグレーのカラーリングで、後ろにはトヨタって書いてありますね。結構大きいです。上から見るとこんな感じで、下から見るとこうなっていて、フロントのタイヤは2本ずつになってます。で、この車両のギミックはこのフォークの部分が上がるようになってます。では以前の70番のジェネオハイブリッドと比べてみたいと思います。こっちはやっぱりだいぶ細身でしたね。
フロントから見ると一目瞭然でかなり迫力が違います。この迫力は結構小さいお子さんとかが喜んでくれそうな迫力です。あまりこういった重機系が登場することはないので、ぜひこの機会にコレクションの1台に加えてみてはいかがでしょうか。では次の車両行ってみます。続いては少し高級なトミカ、トミカプレミアム19番ランチアストラトス HF ラリーです。では開けていきますね。ランチアストラトスは僕の中では思い出があって、あのセガラリーというゲームがあったんですけども、それでよく走らせてました。めちゃくちゃ速度が速かったんですよね。では開けていきます。登場。おお、さすがトミカプレミアム、なんかしっかりしてるぞ。それではくるっと見ていきますね。あ、かっこいい。なんか懐かしい感じがめちゃくちゃしますね。あー、いいですね。よく見てました、この後ろからのビューね。あー、いいですね。かっこいいです。上から見るとこんな感じです。なかなか決まっちゃってますね。そこからはこうですね。いやー、でも車体の至るところにちゃんと綺麗にロゴ系が入っているので、これはなかなか嬉しい一品ですね。で、この車両のギミックはサスペンションのみですね。いやー、トミカプレミアム高いだけあってさすがですね。結構納得させてくれる仕上がりになってます。それでは次の車両行ってみたいと思います。さあ、では今月の新車はこれでラスト、トミカプレミアム20日産スカイライン HT2000 ターボ RS です。では見ていきますよ。なんでしょう、なんか不思議とウキウキしてまいりました。ではやってまいりますよ。スカイライン HT2000 ターボ RS。 おお、これはやばそうだ。それではくるっと見ていきましょう。あ、これはかっこいい。あかん、これは惚れてしまいます。すげえ。うわ、やばい、やばいしか出てこないけど、うわ、すごいですね。今回のこのプレミアムやばいよ。上から見るとこんな感じです。そこはこうですね。いやー、このレトロ感というか、なんというか、いいですね。このホイールもいいですね。ヘッドライトもしっかりとクリア樹脂製です。テールレンズもクリアパーツが使われてますね。座席のカラーは赤色です。で、スカイラインのギミックはサスペンションと左右ドアの開閉機能ですね。いやー、さっきのランチャーストラトスも良かったけども、このスカイラインの方がやばいですね。これはね、ほんまにおすすめの一品やと思います。それでは次の車両行ってみたいと思います。ではここからは廃盤車両、今回残念ながら引退されます三菱ミラージュから見ていきましょう。さあ、皆さん店頭に並んでいるうちに買えるときに買っておきましょう。三菱ミラージュ、後で欲しくなってもなかなか見つからないかも。では登場。まあ、可愛い紫色のボディで登場です。ではくるっと見ていきます。メタリックの紫色で可愛らしいコンパクトなボディですね。上から見るとこんな感じです。そこはこうですね。フロント部分は三菱のマークがしっかり入ってあって、ヘッドライトはシルバー塗装になってます。ギミックはサスペンション機能と後部ドアの開閉機能ですね。こんな可愛らしいコンパクトカー、今月で廃盤になっちゃうので、ぜひ皆さんお早めに。では次の車両行ってみます。続いて惜しくも廃盤になっちゃうのは111番のアウディ A1 です。では開けてまいります。アウディ A1 さんまで廃盤になっちゃいます。では開けてみましょう。アウディさん、お、これも可愛らしい。それではくるっと見ていきます。おお、これはパッケージとは想像してたものと違う、なかなかしっかりとした赤でベタ塗りですね。上から見るとこんな感じ。白のラインが可愛い。そこからはこうですね。車体にあった可愛らしいカラーリングですね。本当にこのラインが何とも言えない可愛らしさを出しますね。で、この車両のギミックはサスペンション機能と後部ドアの開閉機能ですね。
いや、この車両も本当可愛らしいので、なくなってしまう前に買っておいてよかったです。ぜひ皆さんも今のうちに。はい、ということで今回はトミカの2016年10月発売の新車と、それに伴って廃車になる車両、そして以前に発売したモデルの全9車両を紹介しました。いや、今回の目玉は何といってもこの GTR だったんですけども、個人的にはこのトミカプレミアムの2台もなかなか熱いです。今月発売の新車両もなかなか素晴らしかったですね。で、余談なんですけども、実はあと1台トーマストミカのバーティーが新車であるんですけども、これがちょっと手に入らなかったので、また手に入ったら紹介したいと思います。ということで、また他の動画でお会いしましょう。では皆さん、評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた、さよなら、バイバイ。はい、どうも、おもチャンネルです。今回はこちら、はい、これですね。今回は僕のミスで転売屋さんから買うことになっちゃったんですけども、本屋さん限定のトミカ武将コレクション武田信玄、これをね、先月の発売当日に買おうと思ったんですけども、